どうですか。すごいですね。ちょっと頑張んないと。まず今の目標は柳下を超えるのが今の目標で、まあそうじゃないとキャプテンにはなれないと思うので頑張りたいと思います。新体操は生優しいものではない。覚悟はしていたものの、実際に体感してみる、それは思った以上に難しいものだ。4ヶ月後とかどうなるかがすごく楽しみです。新体操をやる上で欠かせないのが体の柔軟性。彼らにとっては最大の難関だった。体育館中に毎回響く悲鳴、痛みで顔を歪めるメンバーたち。股割り後は自力ではなかなか立ち上がることもままならない。時には太ももの筋が切れることさえあった。練習開始当初、タンブリングの基本であるバク転ができていた人は経験のある柳下のみ。自己流バク転の山本は新体操としてのバク転を根本から叩き直されていたが、タンブリングである以上全員確実にクリアしなければならない関門だった。新体操の演技構成はダンスとは違い、全身を使って表現する迫力のあるスポーツの芸術。団体競技の練習では全員の揃った動きに苦戦する日々が続いた。これバックもね、まだまだまだ、でこれ飛んだ、これ飛んだ、この後の1、2、こう行って、吹き替えなしで自分たちの体当たりの演技を見せること、それがこのドラマにおける最大の魅力であり、そのために日々練習を積んできた。精一杯の努力はしてきたつもりだったが、実際の選手たちが何年もかけて訓練してきた新体操を短い期間で会得することは並大抵のことではなかった。プロデューサーからの厳しい言葉で、彼らは自分たちが挑戦していることの意味、挑戦していることの大きさを再認識する。そしてこの時、彼らはようやく本当のスタートラインに立った。2010年、撮影の合間に見せる彼らの無邪気な笑顔、仲の良さ、それはドラマの中での烏森高校男子新体操部の仲間そのものだった。飯食おう。撮影が始まり、練習に費やせる時間は圧倒的に少なくなった。より本物に近い演技を見せるため、貴重な休みの日にも体育館にはキャストのメンバーたちが集う。クランクイン以前にも増して練習ごとに集中力が高くなり、精度もどんどん上がる一方。全員揃っての3回連続バク転、それは彼らにとって絶対乗り越えなければならない試練。この時点でそれをクリアしていたのは9人中7人。大東と角は未完成のままだった。詰めるプロデューサー陣、前でやってみよう。3つばっかやるんですか。やるやるよ。見せちゃうんだ。やる
やる9人じゃあ、あと1ヶ月できる気がする、俺もつばできる気がする今日ちょっとできる気した俺できただから、先生と相談して3分全部は無理かもしれないから1分半にしてサンプリングまで終わった後とか時間あるところとかで合わせたりしなきゃいけないと思うんですが短い時間だけど頑張ってそれでちゃんと秘書さんに見せられた披露すること制作発表前日、ドラマのロケ撮影後、烏森高校の体育館に仲間たちが全員集まった。はい、それでは今日練習していきましょう。そこには半年前に比べ見違えるように成長した彼らが。山本を筆頭に華麗なタンブリングの技を次々とこなしていく。男子新体操の団体競技は6人で行うもの。ドラマの中でも最終的に踊るのは6人。9人構成で新体操の演技を披露するのは制作発表での1回のみ。ドラマの撮影、他の仕事でなかなか全員が揃わなく、9人での演技を通して踊ったのは実はこの時が初めて。ライト行け。そうだ。最後まで行くぞ。新体操は一つ一つの動きに神経を研ぎ澄まさなければ美しく見えない。それにタンブリングも入るとなおさら体力を消耗する。はい、オッケー。きつい。でも言ってもやっぱ力ね。自分たちの演技をビデオで確認し、お互いに指摘し合うメンバーたち。あと、きっともうタイミングがみんな違うのここ2010年4月13日、制作発表当日、ドラマの撮影が連日続き、疲労はもはやピークに達していた。それでも本番は目の前にやった。